おはようございます。今週もよろしくお願いします。おはようございます。おすごい。ヘイアロハ。おありがとうございます。メッセージアロハアロハ。おはようございます。こんにちは。今週もよろしくお願いします。 PBL さんアロハ。国足立さんアロハ。おはようございます。87あけみさんアロハ。まゆららさんこんにちは。おはようございます。じゃあ今週も先週のヘウイの続きね、やっていきましょうね。 OK アロハ。おはようございます。あそうだ、まずチューニングしましょうね。そういえばね、うん、OK ね。じゃあまず G の弦からいきますね。こっからいきますよ。OK、 次 C の弦。次 E の弦ね。OK、 次ラスト A の弦。OK、そんな感じですね。OK。おはようございますね。アロハー。OK、チャッピーさん、よろしくお願いします。アロハゴッソさん、おはようございます。エイコさん、ヘウイね。今日もヘウイやっていきましょうね。OK。そうか。じゃあ、まずね、先週のどっからやろうかな。じゃあ、まずまあ、このヘウイね、先週 C でやったんで。あといろんな弾き方とかやりましたよね。まあ、まずちょっとこのコードを C のキーで、ね、ちょっと練習がてら普通に弾いてみましょうね、うん、バンプから始まって、ちょっと待ってね、また風が出てきたぞ。 OK、ね、バンプから始まって一回歌ってバンプで終わるって感じですね。おはようございます。おはようございます。 OK、 じゃあちょっとやってみましょうね。なんかずれてるな。大丈夫かな。こうした方がいいかな。 OK、 でコードここに書いてありますからね、うん、まあ先週のちょっとおさらいですね。弾き方はもういつも通りよ、あの4回でいいですよ。 1,2,3,4 1,2,3,4 って感じです。ね、じゃあちょっとやってみましょう。いきますよ、こっから1、2、ready, play G7, C もう一度 G7 歌いきます。はい、ヘウイの吠えけいけまりヘプは後編のいいから先週はこれやりましたね。 OK、 ね、それに、あの弾き方でしたよね、これかな、うん、ね、これをやりましたね。覚えてますか、ね、ここ書いてるやつ、ね、いつもはこれ1ジャン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 っていうのを3連に分ける、ジャン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 って感じですね、うん。でこのね、まあじゃあちょっと見せますね。いつもはね、いつもはこう1,2,3,4っていうのを三連にすると、じゃん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 ね。ただこ
これだとうるさいんで、ジャカ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 してね。もう弾くとこを決めます。ここね、ここね、1と3とね、4565と6ですね、うん。でこれダウンストロークから始める。下からジャンジャジャッジャッジャジャンジャジャッジャッジャ、音で言うとこんな感じですね。風が風だ。OK かな、はい、もう一回いきますね。ね、そんな感じでやりましたね。こっちでも見せましょうね。ね、普段は見えるかな。普段は4ね、これをね、まずジャ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 、これができるようにするね。これができたらね、今度今やったリズムね、下から始めます。ジャンジャ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 、ジャンジャ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 、ね、これですね。これ先週やったリズムですね。じゃあこのリズムでもう一回先ほどのヘウイ、これやってみましょうね。よし、うん、してけないかな。はい、 OK、 ね、じゃあ今のリズムでやってみましょうね。じゃんじゃ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 んじゃ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 ね、これでね、 OK、 いきますよ。バンプから行ってみますからね。いきますよ。ワン、ツー、レディー。下から。C。D7。歌いきます。ヘウイノエケイケマイ。ヘプはオヘノイカラ。ここまで先週やりましたよね、うん。おはようございます、おはようございます、おはようございます。今日も来てくれてありがとうございますね。ゆっくりゆっくりやっていきましょうね。今日はヘウイね、先週の引き続きですね。で皆さん、このリズムどうですかね。このね、リズムできないね、これもう難しい、こんなこれできないっていう人はもうこうただただにもう1234個ね、1234ね、こんな感じで、こんな感じでできますからね、うん。お、右手難しい、ね、右手難しいっすよねこれね、うん。あ、ちょっと待って、こっちね、もう一回だけ説明しとこうかな。じゃあね、そう、まずね、あのこのマーク注目しましょうね。このマークね、この上、これここに書いてありますね、うん。上へ下へね、これっていうのは下から上に上がりますね。じゃーんつって、これ下行くのはこれ下にじゃーんって、いつも通りじゃーんじゃんのこれですね、うん。だからこれ上行きから始まるんですよね。上下上下ってことですね、うん。でここの音を弾かない、ここの音は弾かないね、じゃんじゃって感じですね。じゃんじゃ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 んじゃ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 んじゃ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 って感じ、そんな感じですね、うん。ね、じゃあちょっと
このリズムの練習してみましょうね。これね、うん、これで、ここのやつね、アタックが入ると、まあアタックを入れないで弾くとね、こういう感じですね。ね、アタックを入れて弾きますね。ね、わかりますこのね、ジャってやつですね。そう、これできる人はやってください。できなくても、まあ、練習してたらできるようになりますんでね。 OK、 じゃあちょっとリズムの練習してみましょうね。もう C のコードだけでいいですから、この弾くの僕のテンポに合わせてついてきてみてくださいね。いきますよ。 1, 2, ready, C。 そう、アップアップですね。OK、 アタックね。まあこれアタックというか、レストなんですね。本当は音を消してるんです。うん。ただちょっと強い音に聞こえるからアタックってね、呼んでますけどね。これはね、もうただ、弾くでしょ。弾いたやつを止めるだけです。音を止める。ね、ただ、手を動くね、じゃんじゃかやりながら音を止めるから、こう、どうしてもこういうジャッっていう音になるんですね。そう、アタックしようって考えるんじゃなくて、なんか 音を止めるっていう風に意識をフォーカスしてくださいね、うん、こんな感じね。いくよ、ね、じゃんじゃっちゃっちゃじゃん。音を止めてるんですね、ここで。こうやったら見えるかな。いくよ、こっちがいいかな、こっちね。ここで止めてますね。こう、わかる。こういう感じ。ジャッ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 。ね、そう。ダクテルさん、こんにちは。お、分かりやすい。よかったです。そう、これね、ジャって音がするから、なんかね、こう楽器をバーンって叩いてるようなイメージがありますけど、違うんですね。これ逆なんです。音を止めてるんです。そう、音を止めてる。お、ゆっくりめでね、みんさんね、ゆっくりめでね。いきますよ。まず下からね、ジャンジャ、ここまでできますよね。ジャンジャね。で、次に止める。ジャジャじゃ、弾いたやつを止める。じゃ、こんな感じね。だから、じゃんじゃ、じゃ、じゃじゃじゃ、じゃんじゃ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 んじゃじゃじゃ。ね、ゆっくりいきます。1, 2, ready, play。じゃんじゃ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 。止めるね。OK。じゃになりませんね。これそう難しいんです。ちょっとね、慣れが必要かもしれませんね。このね、うん、じゃんじゃじゃって、そう、このじゃがね、いい音が出れば出るほど、まあ、気持ちいいんですけど、そう、そうじゃっていう音を出そうとするよりかは、音を止めることに意識してください。そしたらね、だんだんできるようになってきますね。そう、慣れですね。そう。でも、じゃって言わないのはなぜかしら。多分ね、そう、じゃって言わないのはね、そう、だからここが難しいところなんですよね。これ、音を消してるんですけど、弾きながら、ね、こうやってやりながら、こう、音を消すもんだから、その前に弾いた音が入るんですよ。わかります？こう、じゃって止めてるもんですからね。ね、こんな感じ。
そう、止める。音を止める。弾いたやつを止める。こんな感じですね。OK? ね、OK。じゃあちょっと待ってね。ね、そんな感じ。だからこう、下から始めるね。ダウンストロークから。じゃんじゃっちゃっ。ちゃっちゃっ。じゃんじゃっち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 ゃんじゃっち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 ゃん。パッてこうね、こう開いて止める感じですね。OK、できるようになってきた。よかった、よかった。ジャニーなりね、わかりやすい、よかった。続けてその弾き方ができないですね。早くなるとできなくなるね。そうですね、そうそう。でもね、もうずっとコンティニューしてみてください。もう、ね、そうするとね、もう無心になってね、うん、5分、10分やってみると、なんかだんだんと体に染みついてきますね。OK、うん。ね、ちょっとあれ、ちょっと。OK、じゃあこれどこだ。じゃあちょっと先ほどのヘウイやってみましょうね。ね、もうできない人はこのジャとかも関係なしに、こうちょっとしたストロークの練習とコードの練習だと思ってやってみてくださいね。OK。よしよし。OK。OK、じゃあちょっともう一回やってみましょう。ね。アップの時の人差し指が痛い。合ってるのかな。なるほどね。アップの時のね、そうそう。ここを使う。ダウンストロークの時はね、この爪の先っちょでこういけるわけですよ。こうやって。で、こうアップの時はここ使いますからね。ここ。うん。ちょっと慣れるまで指が突っかかったりするかもしれないですね。うん。そう。だけどもうやってるとね、こう軽くこう弦の上を滑るようになりますから。うん。OK、 じゃあもう一回ね、最初からやってみましょう。また2回歌ってね、バンプやって1回歌ったらもう1回バンプやって、もう1回歌ってまたバンプで終わりですね。やってみましょう。歌詞はもう1番だけでいいですね。 OK、 じゃあいきますよ。ちょっとゆっくりめでいきましょうかね。はい、いきます。 1, 2, ready, play。の時にですね、そうですね、無心、そうですね、無心でやるとこういいですよね。うん、僕もそうでしたね。まあ、そう、苦手なリズムはね、もうね、そう、ひたすらやり込みましたね、昔。うん、ダウンの時は爪なので痛くないですね。そう、こうね、こっちはもうここのね、爪がギュンってなるからそんな痛くないです。ここはね、そう、最初アップストローク、あとこう指がね、ね、下からこう来た時にここの弦に引っかかりやすいですよね。グッグッグッって、わかります、ここにグッグッグッって、そうね、だからこうなるべくこう滑るように、うん、下行きは爪で、上上がってくるときはこうちょっとこう、ね、こんな感じでこう滑るような感じですね。うん、カットの部分がかっこよくて乗れますね。そうですね、そうね、これね、ね、これよくフラメンコとかああいう曲にも使われますね。こう一つのアクセントとして、ジョンさんの声にうっとりだって、ありがとうございます。嬉しいです、そんなこと言ってもらって。 OK、 なんとかできた。あ、よかったです、よかったです。じゃあね、次からはちょっとまた違う
違うキーでもやってみましょうね。次はね、違うキーでも。うん。ね、だからまあ最後にちょっと C のキーおさらいってことで、でもう一回ぐらい、もう一回全部通してやってみましょうかね。OK、 同じことですね。バンプやって一回歌って、またバンプやって一回歌って、で二回歌う感じですね。お、ノーマルでできた。ナイスナイス、グッグッ。この表分かりやすいです。よかったですね。そう、そう、これはね、そうそう、僕が作ってるやつなんですけど、これはあやかちゃんがあの自分用に練習、自分の練習用に書いてるやつですね、うん。OK、 じゃあちょっともう一回やってみましょうね。こっからいきますよね、ゆっくりいきましょうね。またね、 1, 2, ready, play。 もう一度バンプ。 OK、 いきましょう。はい、ウクレレ参加で楽しい、あ、よかったですね。楽しんでやっていきましょうね。お、アロハストリング注文しているので届くのがとっても楽しみ。ナイスです。そう、アロハストリングね、これもし知らない方がいたらちょっと宣伝させてください。これアロハストリングっていうこのね、このピンクの弦、僕が使ってる弦ですね。これは僕が昔プロデュースした弦で、そう、ピンク色してるんですよ。これかわいい、かわいい感じのね、ほらここ見るとわかるね、ピンクの弦なんですね。そうで、素材はねカーボンでできてますね。フロロカーボンって言って、炭素かな、炭素が入って、炭素でできてますね。ね、もし欲しい方いたらね、あのご連絡くださいね。うちのウェブショップの方でも売ってますんで。OK、じゃあこれ C はこんな感じで OK かな、C のキーは。ね。じゃあせっかくなんで、こう、いろんなキーで弾きましょうね。その方がこう、あの楽しいですし、人と合わせたりとかするときもね。あと転調なんかもできますからね、うん。あ、そうだ、それやろう。じゃあ F のキーで始めて G にするかな。 OK、 はい、お待たせ、これですね。あ、あと、そうだそうだ、今日これ借りてきたんだ、そういえば。これね、これがヘウイの日本語歌詞です。日本語の歌詞の意味ですね。ちょっと見てみましょうか。まあこの1番ね、今ずっと歌ってた1番ね、ここ、これが、あなたはとても美しい太陽の下、大切にされた、私が愛するのはあなた、私が優しく、なんだこれは、あ、慈しむ花ですってね。次2番、こんな感じですね。ね、2番ね、2番まだ歌ってないですからね、うん。まあ、こっち日本歌詞にすると、あなたは摘まれた花、しっかりと肌を寄せ合う人、私はいつもあなたのことばかり考える、ひなののレイで自分を飾って。3番、じらさないで、じらさないで、あなたに私の唯一のレイ、あなたのいたずらの目、どうしてそんなことするの、ね。で4番が、物語は繰り返します、太陽の下、大切にされた、私が愛するのはあなた、私が優しく慈しむ花っていう歌詞ですね。まあこれが日本語にしたやつです、うん。そうですね、ラブソングですね。まあ、あのハワイの歌もほとんどラブソングですね。ラブソングか、現地紹介ってやつですか。
ね、あの例えばなんかあのうちの村ではタロイモが美味しいですみたいな歌詞とか、あの何その私が住む海の近くではあのなんとかコースとのが見晴らし良くてみたいな歌か、もしくはその恋愛の歌ですね、うん、がまあまあほとんどですね。それでなんかね、やっぱね理由があるみたいですね。その昔やっぱハワイの人ね、まあ、昔キャプテンクックなんか入ってきて、クック船長なんか入ってきた時にね、病原菌も一緒に入ってきちゃったんですよね、そのヨーロッパから。だから結構短期間で多くのハワイの人たちが亡くなっちゃったりとかして、そうだからまあ子供残さなきゃってことで、そうですね、そういう恋愛の歌とかそういうダンスとかね、そういうのがやっぱり一時期、流行ったみたいですね、多かったみたいですね、うん、あ、さあそのコケコッコさん元気ですね、うん、もうなんかうちが気に入っちゃったみたいでずっといますね今、うん、7、8匹いますね、うん、OK、 じゃあこれねヘウイ同じ曲ですけど、ね、F のキーですね、F のキー、ね、まあ、コードはここに書いてありますね、うん、そう F のキーでちょっと難しいのはこれですね、こうみんながあーって思うコードは B フラット、これね、うん、まあ、ちょっとコードのおさらいからしていきましょう。まず F ね、 OK、 そして C7 ね、次 F7 ね、 F7 はもう FF を作ってここに1個足すだけです、これですね、OK、でこれがちょっと厄介なコード B フラットね、ここ最後の一番下の弦がちゃんと鳴ってるかどうか、ね、4本の弦がしっかり音が出るようにしてくださいね。で次 D7 ね、 D7 してます ね、であと G7 はもうおなじみ三角形のコードね、 OK、 じゃあね、できる方とできない方いるかもしれませんけどね、まあ、まずもう一回やってみましょうね。変なリズムとかなしでいつも通りね、 4カウントで、ね、コードのおさらいだと思って、うん、おなんだ、昔十字軍のおかげでフロンティアはパンデミック、本当そうですよ ね、宗教と病原菌を連れてきたっていうね本当に OK ね。じゃあちょっとやってみましょうかね、ここからね、うん、じゃあちょっとゆっくりやってみましょうね。いきますよ。1,2, ready, play. C7, F. もう一度。C7, F. OK. じゃあ歌いきます。まあ、僕今低く歌いましたけど、あの女性の方なんかでね、もっと声が高い方なんか1オクターブ高く歌ってもいいですからね、うん、OK、 じゃあもう一回指の練習があったらもう一回だけやってみましょうね。一回だけ弾いてみましょう。いきますよ。 1,2 Ready, play。 もう一度。こっちでも見せますね。ね、こっちでも。
ほど言っていきますからね。OK。じゃあ G7 からいきます。1、2、Ready、Play。C7、F。もう一回。OK。そのまま F。もう一回だけちょっとゆっくりいきましょうね。でまずバンプは C7 F、 もう一回 G7 C7 F。 でこっから歌いきます。ヘイノエケイケヘマイヘプワホヘノイカラね、この曲で、ね、このキーでね、このキーで難しいのは、まあ、この辺からですね、この辺からここら辺までにかけて、ね、ここのやつですね、うん、F、F7 ね、F、ね、これでしょ、 F に F7 はもうここ足すだけ、1個足すだけ、ね、F、F7、 OK、そしたら次 B フラットですね、 B フラット D7 行くとき、ね、で B フラットもこの F7 をここ入れ替えるだけですね、こう入れ替えるだけ、ね、これで B フラット。次 D7 やるときね、この2つ、この2つね、人差し指じゃなくてこの2つでこうする、ここ押さえちゃう、ね、B フラットから D7、 こういう感じ、 B フラットから D7、 そして次 G7 ね、そしたらこの指がスムーズですね、ここの2つがこう来たのがこのまま G7 に使えるからね、ここの流れですね、うん、OK、 じゃあちょっともう一回やってみましょうね、いきますよ、ゆっくりいきましょう、 1、2、 Ready、Play、 C7、 F、 もう一度、そんな感じですね、うん、じゃあね、このこれもコードができたよっていう方はさっきのリズムでね、さっきのリズム、このリズムで、このリズムでね、下からジャンジャッチャッチャッチャジャンジャッチャッチャッチャッでやってみましょうね、同じこと。 OK、 バンプから入りましょうね、これね、ジャンジャッチャッチャッチャッこれでちょっとやってみましょうね。OK。 ちょっと待って。
OK。 D7 の指使いが肝ですね。そうね、そうそうですね、そうそう、そうするとここ G7 に行きやすいですよね。うん、まあ、そうそうそう、慣れてくるとね、どの指でもいいんですけどね、今このこれでさ、次 D7 でこの2つで行くとね、この2つで行っちゃうと次 G7 行くときに結構動きますよね。わかります ね、 ね、こういう感じになるでしょ。だけどこの2本で行っちゃう、この2本で真ん中のね、この2本で、うん、そしたらそのまんまこの2つを下に持ってきて1個ここ足す、そしたら G7、うん、ね、オッケー、じゃあちょっとやってみましょうね。さあ、リズムつけてやってみましょうね。オッケー、じゃあここからいきますよ。はい、ワン、ツー、レディー。下から C7、 F、 あ、 G7、 ごめん。はい、歌いきます。私それやってます。結構遠いんですよね、 G7 ね。そう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 ね、指を1個違うだけでコードの行きやすさとかが変わってきますよね。うん、 OK ね。じゃあ練習があったらもう一回やってみましょうね。これね、もう一回だけやりましょうね。同じことやります。 OK、 じゃあいきますよ。 1,2 Ready Play。 下からね、下から歌いきます。もう一回だけやっていきましょうね。練習がてらについてきてくださいね。 G7 からいきます。 1,2 Ready Play。 Every の声聞けまい。
回いきましょうか。そんな感じですね。今あそこに鶏がいっぱいいるんですね。そう。OK ね。そんな感じですね。どうですかここまでね。これあのこのキーは多分女性が結構歌いやすいかなって思いますね。そう。うん、ね C だったらもしかしたらちょっと高かったかもしれないんでね。これで練習してみてくださいね。とりあえず。うん。B フラットから D の指が慌てる。もっと練習しなきゃね。そうそうそう。ここね。うん。でもそんな難しくないですからね。ここがこうなってる指のここの2つですね。こことここが入れ替わる。まず入れ替わってこう来るね。そうね。この中指が下にありますでしょ。こいつが上に来る。ここに真上に来てこれが下に潜る。こんな感じですね。これが上来て下に潜る。うん。オッケー、じゃあもっと練習しましょうね、これね。うん。そうそう。じゃあ練習がてらに、じゃあ2番の歌詞も覚えちゃいましょうかね、そろそろ。ね。そう、2番も僕、2番。ね。じゃあちょっと2番歌ってみますからね。うん。同じことやりましょうね。うん。もう一度、じゃの瞬間を見せていただいていいですか、もちろん。お、ショーンさんの。手の動きが美しいです。ナイス、嬉しい。じゃあが難しいですね。そうそうそう。まあ慣れですね。慣れです慣れです。ただそうさっきも言いましたけど、ジャって音がするもんだからと思ってこうウクレレとか叩かずにあの音を止めるっていうことにフォーカスしてくださいね。こんな感じ。ジャジャ。なんかこの辺止めてますね。じゃこの辺で親指の下からこの辺にかけて、うん、こんな感じ。ねちょっとやってみますね。ね。ますよ。テンポ上げていくね。で慣れてくるとこのあのジャの音量をね調節することもできるんですね。ねこれ聞いててね、ジャが強いですね。でもこれはこれ止めてるんです。ブルースリーの考えるなれろですね。本当そう。あ、よかったよかった。サンキューグリマッチ。止めて、全然止めてるように見えない。うん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 。そうね。そうなんですよね。これ結構難しいんですけど、でもね、そうなんかね力抜いた時に結構できるようになりますね。こういうのって。うん。そう。叩いてはないですね。止めてるんですね。音弾いた音を止めてる。
こんな感じですね。ね、OK。OK かな。OK、じゃあちょっと練習があったらちょっともう一回やってみましょうね。うん。でまたこれキーがね F のキーに変わったんで C のキーで歌えなかった方きっとこのキーで歌えると思うんで、うん、初参加ですごく分かりやすいショーンさんの隣にいるんで、あ、よかったよかった、嬉しいですね。初参加よくありがとうございます、来てくれてね、また来週も来てくださいね。うん、ね、ずっとコンティニューすると絶対上手になりますから、指4本いってからの止めですね、指4本いってからの止め、ああこういうことか、あ、これは僕の指癖か、うん、あの何でも大丈夫です、あのそう、人によって指癖とか、あとまあ慣れてくるとどんな指でもできるようになってきちゃったりするんで、なんかこう、なんか僕はなんかね、こうアクセントとかつけたいから、なんか弾いてる時はこの1本なんだけど、ジャの時だけはなんか全部の指でバッバッってやってみたりとかもしますね、うん、そう、まあでもこういうことです、ジャッシャッ、止める、ね、そんな感じ、うん、楽器もダンスや武道のように力抜くことが大切なんですね、そうですそうです、もう絶対そうです、うん、力入ってるとね、何でもそうじゃないですか、なんかあの今はあのその就職とかかな、うん、就職とかで就職の面接とかで、ね、力入ってピシッとしてってもなんか全然うまい結果出なくて、うん、どうせ落ちるんだしこの会社どうでもいいやと思ったところで、そう、受かっちゃったりするね、そうね、OK、その方がかっこいいですよって、あ、これか、これかな、うん、ありがとう、 OK、 じゃあちょっとやってみましょうね、最後に練習ね、あと10分ぐらいなんでね、うん、ね、今日は同じ曲ですけどヘウイを、F のキーでねね、ちょっとまだ2番行く前に皆さんこれね、この1番を歌えるようにしましょうね、1番4回歌っていいんですから、うんね、これ4番まであるけど1番4回歌って終わりっつうの、それでも大丈夫なんでね、うん、そう、もう一回歌詞のおさらいだけしておきましょうかね、へういのおえけいけまい、へういのおえけいけまいですね、へぷはほおへのいから、ヘプアホオヘノイカラーね、そしてここ3行目がオオエノカウイアロハ、オオエノカウイアロハ、 OK、 最後ヘプアイミリミリアイ、ヘプアイミリミリアイですね、聞いてるだけの参加でしたがクレルの後に癒されました、あ、嬉しいです、鈴鈴さん、そう、でもぜひ始めてみてくださいね、うん、いくつになっても始めれる楽器なんで、ウクレレは、うん、OK、 じゃあもう一回やってみましょうね、じゃあここからいきます、ゆっくりいきましょう、ワン、ツー、レディー、プレイ、この僕にはちょっとこの F のキーは低すぎちゃうかな、うん、ね、でも逆に
ね、僕がさっき歌ってた C のキーだと女性にはちょっと高いかもしれないんで、これでやると気持ちよく歌えるかもしれないですね。うん、OK。 じゃああと10分ね、まあ10分ないぐらいですけど、で最後にね、じゃあちょっとこれ宿題というか、あのバンプですね、 F のキーでやる時のバンプ、昔も前教えたことありますけど、ね、このバンプをちょっとしたソロみたいなやつで弾くってやつですね。うん、こうやって曲が入ると良くないですか？最初ね、うん、ごめんごめん、もう一回もう一回、イントロとしても使えますよね。うん、そうそう、まあ、できる方ちょっとやってみましょうね。うん、ここね、3弦の0、次2番2フレット、ね、ここの音名で言うと CDC ですね、 CDC、 OK。 そしたら次はね、もうここからはね G7、 次 G7 でしょ、 G7 のここ一番下を離しちゃう、この2つですね、この2つに小指でここの4番目を足す。で、上から順番に弾いていく。OK。こんな感じ。ね。今のやつをつなげると。ってことになりますね。OK。で、最後。ね、ここ。一番上の3番目と、あと全部0。一個一個下ろしてくる、ね、で F で終わる、ね、つなげてやると、ね、こっち見たでしょ、今今度こっち見てて、ね、上から下に落ちてるだけ、ね、こっち簡単でしょ、こんな感じ、うん、まあ、できる人だけやってみてくださいね。 OK。 Aさん、それね、そうそうさん、頑張りましょう。 F のコードの方が歌いやすい、歌いながらじゃできたらいいな、あ、できるようになります、絶対できるようになります、うん、ね、女性はこの F のキーがいいですね、きっとね、うん、歌いやすいです。で、来週は今度ね、G のキーでやって、ね、G のキーでやってみましょう、来週はね。そんで、要するに F のキーから始めてG のキーで終わる、なんか転調とかをね、転調とかを入れると、また曲が盛り上がるんでね、うん、どんな感じ、ちょっとサンプルにね、じゃあどっかこの辺からにしようかな、こっからね、1、2、3、最初はそんな感じでね、転調を混ぜてやっていけたらなと思ってますんでね、今週は F のキーでね、歌いながらぜひ練習してみてくださいね、ここのね、1番だけでいいですから、うん、ね、お、コードの新しい番ね、そう、来週は転調も入れますからね、 OK。 じゃあ今週はこの辺にしておきましょうね、うん、 OK。 OK。 あ、ね、よし、そう、来週、これね、それ来週やりますから、今週は F のキーで、まあ、できる限りこう歌いながら練習してみてください。うん、で、ね、いろいろやってますよね、今ね、こう新しいコードもやってるし、違うキーでもやってるし、
リズムつけてもやってるしとか、なんかいろいろやってますけど、あの全部やろうと、まあ、全部できる方はやってもいいですけど、全部でやらなきゃできなきゃって思わないようにしてくださいね。そうそう、自分のできることだけやってみてください、うん、OK。 で、店長がまたハワイっぽいね。そうそうそ そう、店長もハワイアンはもう店長いっぱい使いますからね、うん、来週やっていきましょう。ショーンさんのウクレレレッスン本当にためになります、ありがとうございます。あ、嬉しいです、白川さん、ありがとうございます。ショーンさんのシャツ姿かっこよかった。おー、ありがとう、ね、今日はシャツとハワイアンパンツですね、うん、そう、緑にしてるの、今日は緑の日です ね。途中から参加でしたが、ありがとうございました。途中から参加でしたが、来週は最初からぜひぜひ、うん、ぜひ参加してくださいね。楽しかった、よかった、ありがとうございました。 OK、 じゃあまた明日、お散歩ね、お散歩しますんで、お散歩ライブやりますんで、またよかったら参加してください。 OK、 ね、じゃあ Have a good week ね、バイバイ。 OK、 頑張ってね、バイ。